大変だ。話を聞いてくれ、すまない先生。どうしたんだ、そんなに慌てて。10日後に村のみんなでケーキパーティーをやるのだが、全ての素材が盗まれてしまったのだ。わっ、全部盗まれたって。くそ、こうなったら僕が今からケーキ製造工場を作って、なんとしてもケーキを大量に作ってやる。ケーキが大好きという人はチャンネル登録と高評価よろしく。はい、どうもすまない先生です。ということで今回はすまないクラフトパート5をやっていきたいと思う。でね、今回やることなんだけど、ちょっとね、村人さんがケーキを作りたいんだけど、ケーキの素材が足らないらしいんだよね。だから今から僕のね、この目の前に超巨大なケーキ製造工場をね、作っていきたいと思う。ただね、今まだここら辺ね、湖っていうかね、池になっちゃってるから、ここね、全部土で埋め立てていきたいと思う。はい、ということでね、ついに、じゃじゃーん！はい、こんな感じで、整地が完了した。いや、だいぶね、土地が広くなったね。ここね、さっきまでね、川だったんだけど、はい、見事に埋め立てたと。で、今回ね、この超広くなった土地に、ケーキ製造工場を今から作っていく。で、まあね、内訳としては、1階と2階に小麦エリア、2階にサトウキビエリア、3階に鶏エリア、そして4階に牛さんエリアをね、作っていきたいと思う。ただ、これだけで今回終わらないんだよね。地下にケーキ製造キッチンを作る。こんな感じの内訳で、今回はね、ケーキ製造工場を作っていきたいと思う。はい、それではね、今からこのね、1階部分に全自動小麦回収装置を作っていくんだけど、はい、使う素材はこんな感じだね。トラップドアに大量の水に、はい、沈層岩大量プラス、レッドストーンプラス、レッドストーンリピーターにレバー。はい、ということでね、今から早速全自動小麦装置を作っていきたいと思う。はい、それではね、まずは、はい、9個だね。9個つなげてと。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そしたらね、ちょっとね、土が必要だったから、土をね、ありったけ持ってこよう。はい、ということでね、ちょっとね、録画が撮れてなくて、結構進んじゃったんだけど、はい、こんな感じで、全自動小麦回収装置が、合計4つ完成した。それではね、早速収穫していきたいと思う。すまない。さあ、これで、はい、こんな感じで、ね、水が流れて、あれ、ちょっと待って、全部流れてこない。なんでだ、なんでだ、これ。あ、ちょっと待って、真ん中がね、開いちゃってるわ。はい、ということで修正したから、これでいけるはず。あっ、キャッ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 キャ、いいねー。さあ、流れてきて、さあ、流れてきた小麦は、いいねー、めっちゃ溜まってる。さあ、これを回収していくと。ケーキを作るためにはね、小麦が超大量にいるから、こんな感じで、はい、全自動で小麦を集めていく。これはマジでね、便利すぎる。はい、それではね、まず1階部分の、はい、小麦エリアは完成して、で、冒頭に1階、2階は小麦エリアにするって言ったんだけど、ぶっちゃけね、1階だけで小麦は多分足りるから、2階部分は鶏エリアにしていきたいと思う。ただその前に、ちょっとね、ここのね、外壁、このね、ケーキ製造工場の周りの外壁部分をね、作っていきたいと思う。さあ、この日のためにね、はい、こうやってね、ガラス超大量に、沈層岩大量で、ね、超大量に持ってきたから、今からね、これを使って外壁を作る。ちょっと待って、クリーパー湧いちゃってるじゃん。これは爆破させたくはないよ。これ大丈夫か。あーっ、そろそろ。さあ、ひとまずね、1階部分がね、まあ外壁、骨組みが完成したから、今からね、ここの間を全部ね、ガラスブロックで敷き詰めていきたいと思う。ということでね、ついに、はい、1階部分のね、外壁が完成。キャー、ちょっとね、見た目かっこよくない？これめちゃくちゃかっこいいでしょ。これはね、あと1、2、3、3階分ね、縦に積み上げていきたいと思う。でね、次に作るのは鶏、牛、サトウキビ、この順番でね、使
作っていきたいと思う。完成には時間がかかるけど、今しばらく待っていてくれ。ケーキパーティーまであと5日しかない。頼んだぞ。はい、ということでね、ついに、はい、こんな感じ。海域がね、完成した。くわ、やばいぞ。自分で言うのもなんだけど、これ、クソでかいね。ちょっと、でかすぎるっていうぐらいでかいな。これはね、ちょっと、かなり大規模なケーキ製造工場になること、間違いなし。ということでね、じゃあまずね、2階部分からね作っていこう。作るというかね、2階部分に鶏たちをね今から輸送していきたいと思う。さーて、まあ鶏だからね、確かねここら辺にいた気がするんだよね。いた、鶏さんがいるね。それではね、今からこのリードってやつを使って鶏さんをね捕まえていきたいと思う。さあ、こんにちは。あ、つまい、オッケー。さあ、リードでつないで、はい、これで引っ張っていくと。で、あ、待って、結構数がいる。つまない、つまない、あ、つまない、オッケー。さて、合計で4体ぐらいいるね。つまない、オッケー、いいね。さあ、これで4体捕まえたからね、これを今から、はい、あのね、2階部分に運んでいきたいと思う。さあ、いいね、鶏ついてきてるね。この階段だけど、鶏登れるかな。あ、登って来れてる鶏もいるけど、来れてない鶏もいる。まあいいや、とりあえずね、まずは2匹。オッケー。さあ、ご来店。ちょっとね、逃げ出さないように一応ガラス閉じとこう。さあ、リードを取ってと、あとね、残り2匹こっちに連れてこよう。さあ、いた。さあ、こっち来てもらうよ。さあ、2匹ちゃんと来ている。オッケー。これで4体だね。はい、それはね、ちょっと鶏をね繁殖させたいから、一旦ね小麦の種を取ってくる。でね、小麦の種に関してはすでにね1回で取れてるんだよね。うまい、はい、こんなにたくさんあると。これは今から鶏さんにあげていくと。さあ、こっち、うまい、うまい。さあ、これでどうだ、生まれるかな。はい、大変かわいい鶏ちゃんの赤ちゃんが完成。さあ、こっちもね、うまい、どうだ、これで鶏さんが入れー、鶏ベイビー誕生していく。ということでね、この感じで鶏さんの数をねどんどん増やしていきたいと思う。はい、ということでね、ついに見てこれね、はい、こっから見てわかる通り、かなり鶏さんの数が増えたんだよね。いい感じ。で、あとちょっとね、上に行く手段がなかったから、ここにね、はい、こんな感じで水上エレベーターを作った。これね、どういうことかっていうと、ここ入るじゃん。こうすると、はい、上行って、あっ、ちょっと、行き過ぎた。やばい、鶏さんが入ってきた。さあ、ちょっとね、一旦、はい、2階に行ったからね、鶏さんたちに小麦与えて、あ、いいねー、めちゃくちゃ卵が取れている。この卵がないと、ケーキを作ることができないんだよね。はい、それではね、鶏さんに小麦を与えまくって、今度はね、鶏ベイビーを作ってもらう。この鶏さんの数はやばいね。何体か引っかかっちゃってるけど、まあ、そこはいいでしょう。はい、ということで、はい、さっきね、2階部分が完成したから、今度はね、3階部分。ここには、今からね、牛さんたちをね、超大量に格納したいんだけど、まあ、なんたって3階だからね、ここまで来るのは結構めんどくさい。ということでね、まあそうだな、トロッコを使ってね、上まで鶏さんたちをね、運んでいきたいと思う。いや、牛さんたちだね。はい、そしたらね、今から牛さんを上に運ぶために、ちょっとね、ここに、はい、レールをつけといて、パワードレールと。はい、さあ、ここですと、一旦曲がるから、普通のレールからのパワード。あ、ちょっと待って。はい、オッケー。こうしないとダメか。さあ、これで上までね、パワードレールをつけていって、こうだ。じゃあ試しにちょっと一匹ね、はい、牛さんを捕まえに行こう。あ、いた、あそこにいるね。はい、牛さんを連れてくると、いい感じ。そしたらね、ここに、はい、レールを置いて乗ってくれるかな。これ乗って、オッケー。はい、乗ったね、牛さん。さあ、これをね、上までちょっと押していってと。いけるか。はい、あ、ちょっと待って、ここもパワードレールじゃないとダメか。せい、さあ、行ってこい、切るか。はい、はい、あ、いった、行ったね。オッケー、いい感じで、ね、上まで行くことができた。
さあちゃんとね牛さんはここに捕まっていると。さあまずはね一匹牛さんを上に連れてくることに成功。じゃあね今からねちょっとあそこに大量の牛さんたちがいるから、あれをねできれば全部こっちに移動させたいと思う。はい、それではね牛さんたち行くよ。ちゃんと行くからね。はい、ドア開け。さあ寄ってこい寄ってこい寄ってこい。うわーちょっと待って、ちょっと来すぎたから、さすがにちょっと連れてきすぎたかもしれない。あ、ちょっと待って、なんか羊さんも来ちゃったんだけど、まあいいか。とりあえずね、はい、逃げないように、はい、リードで繋いでおいて、そしたらね、はい、トロッコを設置してと。はい、よし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 、行ってる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 。まずは1匹、さあ2匹目、オッケー、いいねー、どっと上に行った。死んじゃったんだけど。はい、3匹目、いけるかな。あっちあっち、ちょっと、あそこ詰まってる詰まってる詰まってる。どうやらね、ここにあるね、ちゃんとトロッコは回収しないとダメっぽい。あともう少しね、こっち側までちょっと持ってこようか。さあ、今度こそいけるか。はい。はい、ねー、いった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 。オッケーオッケーオッケー。さあ、この感じでね、今度、はい、君行っていこう。君行こうね。行ってくれ。オッケー、はい、はい、はい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 。はい。これなんか、面白いな、めちゃくちゃ。めっちゃ面白いわ、これ。はい、ということでね、はい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 。ついに、あそこにね、見た牛は全部、こっち側のね、はい、超巨大で、ケーキ製造工場の中に入っていったと。いやー、結構ね、大変だったね。まあ、一部のね、牛さんたちはちょっと残っちゃってるんだけど、まあ、ちょっと一旦、上行ってみようか。ね、エレベーターを作ったから、こっからね、登っていこう。さあ、入って、3階に入りたいが、オッケー。さあ、3階到着。いいね、やばい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 。めっちゃ牛さんたちがね、増殖してる。ということでね、さらにちょっと、牛さんたちの数を増やしたいから、はい、つらい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 、いいねー。さあ、小麦で、ちょっとね、牛さんたちを増やしていこう。はい、オッケー。でね、牛さんに対してね、このバケツをね、クリックすると、つらい、はい、こうやってね、はい、ミルク入りバケツ、これが手に入るんだよね。で、これがあると、ケーキを作ることができるから、残りはね、あと、砂糖キビだけだね。はい、ということでね、ラストはこの4階部分、4階部分だね。この4階部分に何をするかっていうと、砂糖キビを今からね、ここにね、大量に植えていきたいと思う。さあ、ここからね、一旦ね、水上エレベーターで下まで行ってと。でね、砂糖キビに関しては、はい、あそこあそこ、あそこにね、超大量に植えてあるから、これを全部ね、あっち側にね、4階部分に運んでいきたいと思う。はい、それではね、まとめて回収していくと。いいね、これ気持ちよすぎる。さあ、どんどん回収して、つらい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 、オッケー。さあ、すべて回収。まあでもね、正直言ってね、砂糖キビ畑が、一番ね、簡単に作れるんだよね。まあ、単に水引いて、砂糖キビを植えるだけ。水上エレベーターで上まで上がっていくと。早いね、やっぱ水上エレベーター。さあ、あとね、ここにちょっと水、そうだな、無限水源を作るために、はい、これ4つ壊してと。つまない、つまない、オッケー。これでね、無限水源の完成。そしたらね、あとはひたすらここにね、水を流すために、はい、こうやって、はい、どんどん、土を掘っていこう。はい、ということでね、今ね、全部ね、この土の溝をね、掘り終わったんだけど、はい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 、何するかっていうと、あとね、ここにちょっと砂糖キビを植えていくから、ここにね、水をね、流し飛んでいくと。はい、ということでね、ついに、見て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 、すべてのね、水を引き終わった。あとはこの水の間に砂糖キビを全部植えるだけ。ということでね、植えていきたいと思う。え、ちょっと待って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 、なんかゾンビ湧いたんだけど、マジかマジか、なんでこっから湧いた、ドド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 。あ、てか全然これ湧き潰しできてないわ。はい、ということでね、いやー、ついに完成した。これがね、超巨大ケーキ工場だね。まあ、ちょっとね、まだちょっといらない部分が残っちゃってたりするんだけど、ひとまず、1階部分に小麦、2階部分に鶏、そしてね、3階部分に牛さんの、4階部分に砂糖キビと。いった感じで、ここのね、階を一周するだけで、ケーキを作るための素材が、すべて集まるんだよね。ということで、早速ちょっとね、取りに行きましょう。
はい、それはね、まずは1回部分にある小麦、ちょっとね、この辺がね、植えらんなかったから、ちょっと後々ね、修正していきたいと思う。それではね、ひとまずここにある小麦をすべて取っていこう。さあ、トライ。さあ、どうだ。いや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 。さあ、水が流れてきて、流れてきたね、アイテムはすべて、はい、これで、ホッパーの中に落ちると。はい、いいね。小麦が超大量にゲットできたと。それではね、まずケーキを作るための素材、小麦が集まったから、次はね、卵だね。さあ、2階に行ってと。はい。2階部分は、オッケー。さあ、ニワトリさんたちが、待て、やばい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 、めっちゃ卵を産んでる。いいね、この卵を全部回収していく、全部回収していく。あー、もろく、そこら辺にね、もうめっちゃ卵散らばってる。で、さらにね、小麦の種でさらにニワトリさんを増やしていく。さあ、ニワトリさんどんどん増やして、オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえずね、2階部分はこんな感じだな。で、卵に関しては19個取れたね。ここちょっとね、もっと自動化したいといったところで、じゃあ3階ね、行ってみましょう。さあ、これでオッケー。さあ、牛さんエリア来たよ。待って、さあ、牛さんがめっちゃ増えてる。ちょっと増えすぎて、こんなにはさすがにいらないかもしれない。ではね、ミルクが必要だから、はい、それ、もう片っ端から牛さんからね、ミルクをいただいていく。さあ、うまい、うまい、オッケー。めっちゃ、めっちゃ溜まった。ちょっと多すぎるっていうぐらいね、たまったね。そしたらね、最後に必要な、はい、このね、サトウキビを、サトウキビを分解すると砂糖が作れるからね、それを使ってケーキを作るから、今からね、回収していきたいと思う。あ、すごい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 、いいね、やばい、気持ちよすぎる。しかもこれめっちゃね、サトウキビあるから、さすがにこんなにいらないかもしれない。さあ、これはこれはちょっと全部回収しきれないね。まあ、できればね、このサトウキビ部分も全部今後はね、自動化していきたいっていうところだね。はい、オッケー。あ、もう十分すぎるくらい取れてるね。はい、ということでね、それではね、ケーキを作るための素材が揃ったから、今からね、地下に行くんだけど、実はもうね、地下の秘密基地、これをちょっとね、今から見に行こう。はい、それじゃあね、水上エレベーターをこうやって下に下ってと、オッケー。でね、地下1階は、はい、ここから行けると。うまい、はいはいはい。まだね、ちょっとね、殺風景なんだけど、ここにね、今から、はい、机と椅子とかをね、大量に置いて、みんながね、食べられるスペースを作っていきたいと思う。それではね、まずはね、砂糖を作って、はい、ケーキ、すまない、砂糖にして、はい、ケーキ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 、いいね、ケーキめっちゃ作れる。さあ、できたケーキはね、全部いった。はい、この中に預けて、で、次はね、はい、ラストの仕上げにここにあるで、はい、このね、めっちゃ大変だったけど、集めたね、クォーツブロック。これを使って、今からね、椅子と机を大量に作っていく。はい、オッケー！いいね！完全に机部分は完成。ということで、次はね、はい、椅子部分だね。すまない！すまない！すまない！ということでね、ついに、はい、こんな感じでね、椅子と机がすべて完成した。ひひーれー。ただまだね、結構白で殺風景だから、ここがね、もっとちょっと豪華にしていきたいね。ということで、これならね、村人さんも多分ケーキをたくさん作れると思うから、今からね、村人さんたちと一緒にケーキを食べていきたいと思う。なんとか間に合ったな。すまない先生、本当にありがとうございました。おかげさまでケーキを全員分用意することができました。よし、それではみんな、いただきます。いただきます。